つもカーカーカーチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。今日はランクル250ディーゼルとガソリン、私たちならどっちを選ぶということで、試乗編をした感想とともに金額も踏まえお話ししたいと思います。今回比較した車は ZX のディーゼルモデル、 VX のガソリンモデルです。まずエンジンですが、ディーゼルが電子制御発足オートマチック、最高出力最大トルクはご覧の通りです。そして平均燃費はダブル LTC モードでリッター11キロ、市街地モードと郊外モード、高速道路モードはご覧の燃費です。一方、ガソリンモデルが直用 2.7 リッターのガソリンエンジン、最高出力、最大トルク、ダブル LTC モードの燃費消費率はリッター 7.5 キロ、市街地、郊外、高速道路モードはそれぞれの燃費消費率です。私が乗った感覚だと、加速感に関してはガソリンモデルが軽自動車 NA とほぼ同等の感覚です。ですが、街中での信号で止まってからの発進、警戒感があり軽自動車 NA 感はありません。じゃあどこでそう感じるかと言いますと、追い越しの加速や山道加速、アクセルを少し踏み出した部分、あれ加速しない？でアクセルを踏み出して行き、最後にベタ踏みをしても止まったところからの発進時の加速以上に伸びがないと言ったら分かりやすいのかなと思います。完全なトルク不足という感覚でした。一方ディーゼルエンジンは、私が乗っていたマツダ2の 1.5 リッターディーゼル車くらいです。これでは分かりにくいかなと思いますので、別の例えをしましょう。軽自動車のターボモデルの加速に背中を押す力を 1.5 段階アップさせたくらいの加速だと思ってください。スポーツカーに乗り継いできましたとか、スピード強じゃない限り決して速くはありませんが、必要十分かなと思います。続いて静粛性について、これは確実にガソリンエンジンの方が静かです。ディーゼルエンジンはディーゼル特有のカラカラ音がうるさいですね。ですがガソリンエンジンも決して他の車に比べて静かというわけではありません。もちろん他のハイブリッドの方が静かです。先ほど動力性能で話した通り、ガソリンは発進時は静かですが、トルクがない分自然とアクセルを踏んでしまいます。すると回転数も高くなり、そういった部分のうるささはありますので、静かではありません。またこの車はランクル250ということで、外装も内装も非常にオフロード仕様で、実際にオフロードに特化し作られた車ですので、このエンジンのガソリン、ディーゼルの音をあえて残していると私は勝手にこの車のキャラクターから理解したので、不快ではありませんでした。しかし静粛性というとガソリン車に軍配が上がると思います。ちなみにロードノイズなどはもっと音がするのかなと思いましたが、プリウスとかより全然ロードノイズは静か。ちょっとびっくりしました。街中、ちょっとした山道を走っているだけだと室内にはほぼエンジン音のみ。エンジン音が静かやと上質な空間になるんやろうなという感じでした。続いてステアリングです。加速を除いてステアリングだけで言うと断然ガソリンです。完全にエンジンなどの駆動系の重さの違いが明確に出ており、車の頭の入りが軽いので、例えば買い物をしてコンビニの駐車場からくるっと反対に方向転換をする際など、びっくりするくらい
スルッと曲がる感覚がありました。もちろん全長約5メートルぐらいはありますので、最小回転半径は6メートル。全然小回りはしないので、そこは勘違いしないでくださいね。また今回ランクル初としてフル電動パワーステアリングが採用。これがまた絶妙にいいんですよね。これだけ大きい車なのでハンドルも重いのかなって直感的になると思うんですが、逆なんです。低速域が特にハンドルが軽く、タイヤには悪いですが、停止したままハンドルを切る際、私が小指一本でハンドルを動かせてしまうくらい軽いんです。ですので実際車はでかいんですが、運転席に座って実際に車を運転する、少し小さく感じます。感覚的に言うと、このランクル250アルファードと全長は同じくらいなわけですが、パワステの軽さからアルファードより小さく感じます。ハリアーくらいの大きさの感覚になるのが正直なところです。助手席に乗っていると大きさは感じますので、もしランクルが欲しくて、でも奥さんが大きい車やだなと言って買えない方がいたら、ぜひ奥さんに試乗で運転させてあげてください。電動パワステの軽さと前方の4隅の角が見えていますので、車幅感覚のつかみやすさ、バック時はミラーが縦に大きいので完全に駐車場の白線が見える、大きさの割に感覚のつかみやすさが抜群です。ぜひ参考までに。では最後に乗り心地になります。私たちが乗ったのは ZX のディーゼル、 VX のガソリンということで、タイヤのサイズが違います。 ZX は265の 60R20 で、 VX は265-65R18 となっています。ガソリンは VX グレードのみ、ディーゼルは VX も選択ができ、ガソリンと同じサイズにできます。今回は ZX と VX という観点で言いますと、VX の方がほんの少しだけ乗り心地がいい。路面からの入力がよりマイルドな感じがしました。逆にキビキビと動くのは ZX という印象でしたので、ご参考までに。また、乗り心地という面で言うと、パワートレインの違いだけに着目すると、ディーゼルエンジンはディーゼルの特性がゆえに振動が大きいです。その分、ところどころでアクセルやブレーキペダル、ハンドリングが少し強振してブルブルしてしまいました。気づかないと言われれば気づかないかもしれませんが、素人ながら試乗中は車に全集中していますので、お兄さんの場合ディーゼルは振動が気になりました。これもキャラクターからすればランクルらしいんですが、パワステが優秀なので振動はステアリング、アクセル、ブレーキペダルには伝えてほしくなかったなぁというのが本音ですね。ということで、加速、静粛性、ステアリング、乗り心地という観点で、ガソリンが3勝、ディーゼルが1勝ということで、ガソリンと言いたいとこなんですが、街乗り、高速、山道という観点で評価させてください。ではまず街乗りは、断然ガソリンモデルとなります。続いて高速、こちらはディーゼルとさせてください。続いて山道、こちらもディーゼルとさせてください。この結果はやはり加速面のアドバンテージで、どうしてもガソリンはディーゼルを超えられないといったところになります。正直ちょっと近所にお買い物ランクルで行こうかなってなった時は、ステアリングの軽さ、振動の少なさ、車体の頭の軽さから断然ガソリンです。ですが高速、山道ってやはり
パワーがある方が快適です。また静粛性もガソリンは山道、高速だと回転数が高くなってくるので同等に、あるいはディーゼルの方が低回転のトルクが豊かですので、低回転で登っていくのでむしろディーゼルの方が静かかもしれません。ということでこの結果とさせてください。今は注文できませんが、もし注文する際は街中メインなのか、遠出を良くして山道はどれほど通るのかなどで決められるのが一番かと思います。金額を言えば、同じ VX 同士であってもガソリン、ディーゼルでは85万円も差があります。例えば年間1000キロ走り、燃費と燃料代を考慮し維持費を計算すると年間約10万円ディーゼルの方が安いということになります。ここで排気量の税金は両者同じ、エンジンオイルはディーゼルの方が高くなり、ディーゼルはアドブルーの補給も必要ということを考慮すると、実質年間9万円ディーゼルの維持費が安くなります。そう考えると9から10年乗ってようやくトータルコストが同じになるくらい、5年乗るとすればトータルコストは40万円ほどディーゼルの方が高いということになります。ランクルはリセールが非常に良い車なので、5年で新しいランクに乗り換えるというサイクルで考えても、トータルコストが40万高いディーゼルに乗るかなと思います。もし私たちがこの車を購入するとしたら、内装のコスパ、装備、試乗レビュー全てを含め VX グレードのディーゼル車を購入したいと思いました。皆さんのお考えはいかがですか？ぜひコメントください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価、コメントお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。